中カレンダーを作ろう。ねえねえ、ひなた、はい、あれ見て、あ、ひつぼ。ひなた、やったことある？ない。あいちゃんは？ない。なんでさ、うん、大人ってさ、うん、足つぼマッサージを受けに来るんだろうね。ねえ、わかんないね。なんでだろう。よし、早速中に入って体験してみるべ。なんだ。早速ですが、足つぼマッサージお願いできますか？お願いします。はい、わかりました。おそれ気味だね。おあやか、いいリアクションだね。胃が悪いんですけど。ちょっと疲れ気味だ。こんなあやか見たことないよ。あ、すごい。なに、最後、アイカの名前なんだよ。アイカ。ピチピチする。痛そう。痛いぜ。しっかりほぐすとね、こんな感じになる。痛そう、痛そうなんだけど笑っちゃう。面白くなってきちゃった。ちょっと痛そうじゃないと思う、これ多分。リアクセスちょっと比べてみようか、リアクセス。すごいすっきりしてるでしょ。お、本当だ。なんか足が伸びた感じがする。むくみが取れてるから。おー、はい、さあ、日向はどうかな。力抜いて、力抜いて。無言。腎臓です。腎臓。腎臓ちょっと動かせるところに。顔がね、いろんな形に浮かんでるようになった。手が猫みたいになってた、今。痛そう。なんか辛いもの食べてるみたいな。でも、行きたい、行ってみたい。ね、行ってみたい。よくの悪いところとかさ、わかるんでしょ。そこは何ですか。腸だ。お、腸が悪いんだって。悪いこといっぱいでしょ。え、あやちゃん腸ってなんだっけ。大腸、腸痛い。痛い痛い痛い。ね、涙目になってきてるよ、だんだん。もうめっちゃつきり。痛い。両方比べてみる。全然違うの。むくみも取れて、足が楽になる。痛い。めっちゃ痛い。痛い。めっちゃ気持ちかった。気持ちかった。痛かったけどね。めっちゃ痛い。うん。汗ばむ感じでね。うん。なんか終わるともっとやってもらいたくなっちゃう。でね、お隣のサラリーマンさんにも話を聞いてみたい。聞いたみたいだよ。おお。痛い。痛い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 。あのちょっといいですか。はい。なんで大人の方は痛いって分かってるのに足つぼマッサージに来るんですか？ですね、この今は痛いんですけども、この後ですね、すっきりしてまた明日仕事頑張れるっていう気になるんで来ております。痛そう。明日もまた頑張れるという活力になるんです。すごいね。そういう理由が。この痛さが明日への力に。みんな頑張ってる途中なんだね。